七代目正福亭昇格は日本の落語家。出林は独落。全米は正福亭松葉で死後七代目昇格を追蔵された。本名、倉本正夫。大阪府大阪市西成区岸の里に生まれる。小中学校を通じて学業成績は良かったが、これからは手に職を持っている者が勝つという父の意向で大阪市立宮古島工業高等学校に、 進学する。高校卒業後、キリンビール、天ヶ崎工場に入社したが、間もなく落語家になることを決意し、1970年7月11日に6代目、昇福定昇格に入門した。この弟子入りに際しては、一番、怖そうという理由で昇格を選び、弟子入りを認めるかどうかの返信を求める、往復はがきを出した。これらの経緯は、 兄弟師の小福亭鶴光と同じである。鶴光には返事が来なかったのに対し、昇格は倉本少年に対しては即答できません。現在就職しておられるのですから静めしげるに考えなさい。6月21日から大阪角座へ出演しますから休日に一度来なさいと返信した。指示通り道頓堀角座の楽屋を訪れると、 食事中の昇格は食前を示して、この飯食うまでにな、3年はかかるぞと悟した上で、親を連れてくるように伝えた。後日、父が反対していたため、叔父を連れて出向き、昇格の人柄に感服した叔父は、父の説得を受け合って入門が決まる。1972年から三代目、桂米之助が主催した岩田寄席に、昇格の推薦で参加し、 他の参加者である桂部過去桂春若、桂米助、桂米太郎とは入門年が同じだったことから、花の45年組と称される。1973年12月、新世界の新ヶ月で正式な初舞台を踏む。古典落語に熱心に取り組み、真面目な態度と落語にかける熱意、穏やかな人柄で弟子賞である昇格や、兄弟弟子からも一目置かれていた。 弟弟子の小福亭鶴瓶とは親密な関係を築き、師匠の昇格は鶴瓶を、お、お前なんか、いやいや、と叱る横で松葉に、松ちゃん、お父さんとお呼びと話したエピソードがある。駆け出しの頃の鶴瓶が近畿放送ラジオのワイワイカーニバルで小話コーナーを担当した折には、松葉はネタ作りに協力し、鶴子がその小話をテレビ番組で使っているのを見ても、 俺が作ったやつやと喜んでいたという。1975年4月に、桂部加ベ桂子、桂春若が仲介する形で、女性タレントと結婚。1988年9月より、京都南座に隣接する蕎麦店の松葉で、個人による松葉と松葉の会を開始した。1992年に、初の独演会、小福亭松葉の会を、 道頓堀何技で開催する。第一回の独演会は、立ち見が出るほどの盛況だった。独演会は1995年2月まで4回、開かれ、4回目は道頓堀中座に会場が移った。1993年4月から始まった、関西テレビ、やる気タイム10では、先に司会に決まった、カツラベこの要望で、相手役として起用され、知名度を高めた。 こうした活躍により、将来の情報落語を背負って立つ落語家として期待をされていた。師匠である六代目昇格の死後、昇格一門内での曲折を経て七代目、昇復帝昇格は、松葉が襲名することに決まった。しかし、襲名決定後の1994年8月に、右首にしこりを生じて、手術で除去して復帰したものの、その後も入退院しながら、 仕事をする不安定な健康状態であった。講座は1995年12月に収録された平成購配亭で演じたベイアゲザルが最後となる。道頓堀中座での襲名披露公演を予定していた1996年9月22日、大阪市立大学医学部附属病院で右頸部エラ性癌により死去。44歳没。桂南光は痛快。 エブリデイの冒頭で訃報を伝え、生放送中でありながら号泣した。死後の1996年11月17日に一門会で7代目、昇格の追蔵が決まり、1997年2月9日に、襲名披露が道頓堀中座で開かれて、正式に7代目昇格となった。歌舞伎では、病石の死後追蔵はよく見られるが、情報落語家としては、 死後に名跡が追贈されるのは異例のことである。松葉の早すぎる死は情報落語関係者に衝撃を与えた。墓所は昇格代々が眠ることぶき法事。2002年9月に追善工業があり、2012年9月には天馬天神繁盛邸で追善工業生きてりゃ管暦七代目昇格十七回帰追善が行われた。弟子に昇福邸若松がいた。 若松は1994年に松葉に入門したが、松葉が病に倒れてから看病に明け暮れ自身も、看病疲れで鬱病を患い、1996年に年季明け間近に廃業。廃業後は、社会人をしていたが2014年12月2日に、同期入門であった、桂文市か桂海江らの尽力で6代目昇格の自宅を、改装して作られた予生後や、 武学で最初で最後の初舞台を踏んだ講座では松葉の羽織姿で生前唯一途中まで稽古をつけてもらった東の旅発端を教えてもらったところまで演じた本名は杉和賀明らき。情報落語界と松竹芸能における大名跡である小福亭昇格の跡目をめぐっては六代目の晩年以降以下のような経緯をたどった 松竹芸能では1986年3月から翌年の道頓堀何技会場に合わせ、6代目、昇格を2代目、昇福亭昇王、初代森の福郎を3代目、桂文之助、6代目の実施である5代目、昇福亭資格を7代目昇格とする襲名工業が計画された。しかし、同年9月に6代目昇格が没したことで、 この構想は実現しなかった。関係者は改めて五代目枝鶴に七代目を継がせる計画を立てる。ところが枝鶴は鳥を務める予定だった。何技での六代目追善特別工業の初日を無断欠席する。昇格の襲名は白紙になり、昇格の名跡は当時小築芸能の社長であった勝忠夫が預かった。六代目昇格は生前に 総領弟子の三代目、小福邸二角を七代目小角にという遺言を残していた。だが、その二角は1993年12月28日の一門の忘年会において、松葉に七代目を継がせる意向を示す。事前に相談なく行われたこの使命は、一門に紛糾をもたらした。当時、松葉は六代目の七番弟子だった。 1994年1月14日に二角は、吉本工業本社で記者会見を開き、松葉が人格、落語の技量のいずれにおいても、ベターという持論を述べるとともに、記者の質問に、僕の唯一のわがままですと答えた。この答えは、小畜芸能への配慮と受け止められた。2月5日に二角以外の全一問による協議により、 二角への七代目襲名要請を行い拒絶の場合は二角に発言の撤回を求めるという決議がなされる。しかし、この決議は実行されることなく、二月二十六日に再度の一問の話し合いが持たれ、そこで松葉への七代目襲名が決定した。生前の松葉と仲の良かった小福帝鶴兵は、僕の影響なんか何もないけどねと断った上で、小畜芸能の社長に、 誰がええと問われた際に素直に松葉と答えたとのちに証言している。襲名披露工業は1996年9月21日から9月23日に道頓堀中座で開くことが決まる。しかし、その公演の中日に当たっていた1996年9月22日に松葉は病没した。松葉に対して没後に七代目を 追蔵するという形が取られ、現在、小腹低昇格の妙石は、小畜芸能預かりとなっている。ありがとうございます。